田野浦海岸は、大分県大分市西部に位置する別府湾沿いの海岸である。田野浦ビーチのパノラマ画像を大分市と別府市の漁師街地の中間に位置する海岸で、昭和30年代頃までは、大分、別府の漁師民に海水浴場として親しまれたが、その後、海流の変化や浸食などにより、砂浜の面積が減少し、王子の賑わいは失われていた。 1990年度から大分県によって海岸の侵食防止及び台風や季節風による高潮災害の予防のために海岸環境整備事業が開始された。また、1993年度からは国土交通省により渋滞解消のために国道10号の6車線への拡幅と交差点改良等の国道改良事業が1999年度からは 大分市により公園整備事業がそれぞれ開始され、これら3事業を合わせた田の裏地区合併事業として、海岸の整備が一体的に進められた。海岸環境整備事業では、23万平方メートルの用品を行い、延長約1.1キロメートルの人工砂浜を造成。1993年度からは、海岸の中央部に1.4ヘクタールの人工島が築造された。 2000年7月には大分市内唯一の海水浴場が約30年ぶりに復活し、年間約6万人の利用者で賑わっている。ありがとうございます。